助手のズンダモンです。助手の四国メタンです。今回は車掌お別れアナウンスが流れてから富良野駅に到着。大勢の人々に見送られながら富良野駅を出発し、滝川駅終着アナウンスが流れるまでをお送りします。富良野滝川間の映像がありませんが、編集の暴力などではなく、ただ単に疲れていた模様です。朝5時前から活動ですからね。ということで VTR スタート。ご乗車お疲れ様でした。次は終着富良野に停まります。富良野では一番後ろ4両目のドア開きませんので、その他の車両のドアからお降りください。列車は各駅で地元の皆さんによるペンライトの見送りを受け、テレビドラマ北の国から第1回放送で黒板五郎純ホタルが降り立った布目駅を発車いたしました。ここでお時間をお借りしまして、根室本線富良野新特産の歴史を振り返りたいと思います。根室本線の富良野新特産は1900年明治33年に富良野白越間が開通、翌1901年明治34年には落合まで開通しました。開花し峠前後の区間はすでに開通していましたが、峠を越える開花し水道の建設は固い岩盤と湧水に拒まれる難工事となりました。1907年明治40年に帯広まで開通したことで、札幌から旭川を通り釧路まで鉄路がつながり、函館や札幌から帯広、釧路を結ぶ道東へのメインルートとして、急行パリカチ、特急大空、夜行カラマツなど優等列車や貨物列車が数多く運転されました。1981年、明治56年に南千歳から新徳を結ぶ石勝線開通後は、その役目を石勝線に譲り、地域の足として活躍を続けてまいりましたが、ご利用の減少と2016年の台風災害により、この度鉄道営業を終了することとなりました。まもなく到着する富良野駅は、富良野を舞台にしたテレビドラマ北の国からで、数々の出会いと旅立ちのシーンに登場しました。この列車も芦別岳や富良野岳の各山々に見送られ、滝川方面への直通最終列車として富良野駅を旅立ちます。皆様、富良野の街の明かりが見えてまいりました。根室本線新徳富良野間は123年の歴史に間もなく幕を下ろそうとしています。これまでご利用いただきましたお客様、地域の皆様に支えられ、本日最終運行日を迎えられたことに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
無事富良野新得間ラストランが終わりましたが、富良野線旭川行きの最終便が30分くらい前に出発しているので、そのまま乗車。どちら様もお忘れ物なさいませんよう気をつけください。お乗り換え列車ご案内いたします。函館線特別急行ライラック48号札幌行き5番線から22時33分特別急行カムイ45号旭川行き6番線から22時52分の発車です。まもなく終着滝川です。出口右側4番線到着です。出口右側4番線到着です。今日も JR 北海道並びに根室線普通列車ご利用いただきましてありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。